バルト・カペルは、ドイツ連邦共和国ヘッセン州、ベラ・マイスナー軍に属する小都市である。バルト・カペルは、ベラ・マイスナー軍の、ヘッシュシュリ・ヒテナウと、エシュベーゲとの間に位置する。この町は、北のマイスナーカウフンゲンの森自然公園と南の、シュテルツィンガー山地との間にある北ヘッセン山地内の、シェンマーバッハ川がベール川に注ぐ、河口付近に位置している。バルト・カペルは、 ドイツの東端と西端を結んだ線と、北端と南端を結んだ線との交点にあたる。自治体としてのバルトカペルは、中核式バルトカペルのほか、以下の式からなる。マテウス・メイリアムの同伴画に描かれた1655年頃のバルトカペル・バルトカペルは1226年に初めて記録され、1414 14年に都市圏を授けられた。 この都市はベッテラオからチューリンゲンに至る通称路とライプツヒに至るもう一本の通称路に面していたことから中世後期に経済的流星を遂げた。かつてのこの町の裕福さを町の中央に立つ後期ゴシック様式の境界が示している。30年戦争はバルトカペルの富を急速に奪い取った。そしてこの町がかつての重要な地位を取り戻すことはなかった。 ヘッセン州の地域改革に伴って、旧エッシュベーゲ軍のバルトカペル、ビシュハウゼン、ブルクホーヘン、フリーメン、ゲーハウ、キルヒホスバッハ、メッケルスドルフ、レヒテバッハ、ローデバッハ、シェンメルンは合併した。これに、旧ビッツェンハウゼン軍から、ハルムートザクセンと、ハッセルバッハとが、旧メルズンエン軍からシュトルツハウゼンが加わった。さらに1974年に、エルトマンゼ ヘッゼローデが加わり、現在の自治体バルトカペールが形成された。バルトカペールの市議会は23議席からなる。バルトカペールを連邦道 B7 号線が通っている。アウトバーン A44 号線が建設中である。ありがとうございます。